ッシュの渡辺さとみです。体操の選手の皆さんに質問です。スカッシュの選手は職業柄、壁際が好きなのですが、体操の選手の皆さんはつり革を見るとテンションが上がりますか？教えてください。いや、上がっちゃいますね。やっぱりすぐ見入っちゃいます。体操競技の谷川翔です。囲碁の選手に質問です。好きな色は白と黒、どっちですか？ちなみに僕は黒です。教えてください。体操競技の谷川選手、ありがとうございます。好きな色は黒です。気持ちが引き締まるからです。私は白です。理由は白星を積み重ねたい。一緒です、白です。ありがとうございました。囲碁競技の藤沢里奈です。上野梨沙です。上野麻美です。陸上競技の田澤廉選手に質問です。長距離で心が折れそうになった時はどう気持ちを切り替えてますか？陸上競技の田澤廉です。心は折れません。ですが、応援してくださっている方々のために頑張ろうという思いで、まず心をそれで保って走っています。 BMX の中井選手に質問です。競技をする上で恐怖心はありませんか？田澤さん、質問ありがとうございます。そうですね、ちっちゃい頃から恐怖心は結構ぶっちゃけあるんですけど、もう待てば待つほど怖くなっちゃうので、いつも何も考えないでとりあえず飛びます。馬術代表の皆さんに質問です。馬って大会の時に運んだりするんですか？それとも現地に用意してるんですか？黒田龍之介です。高田真理也です。黒木茜です。質問の答えですが、普段は、陸路で輸送していますが、今回アジア大会は飛行機で輸送しています。では私から卓球の張本選手に質問です。私たちは馬一頭につき鞍という馬の背中に乗せる道具を一つ持っていて長く使うのですが、卓球選手の皆さんはラケットをどのくらい大会に持ってきてどのくらいの頻度で買えますか？よろしくお願いします。質問ありがとうございます。僕は毎回ラケットを大会に約2本持ってきます。多い選手で3本や4本、少ない選手でも最低2本は持っていると思います。そして僕はラケットを大体 2,3 年で1本変えています。早い選手は半年1年で変える選手もいますし、5年ぐらい使い込む選手もいて、そこは選手個人の感覚によって変わると思います。こんにちは、卓球競技の張本智和です。トライアスロンチームの皆さんに質問です。自転車、水泳、ランの中で一番練習時間が長いものは何ですか？そして一番きついものは何ですか？トライアスロンの選手ネイダケンジです。一番長いの練習距離は自転車です。一番きついの距離は何です？はい、クリケットの選手に質問です。クリケットのをやっているときに一番面白いと思うところは何ですか？こんにちは、クリケット競技のキャプテンの門脇フレーミングケンデルです。質問ありがとうございます。クリケットで一番楽しいことは6点打つのです。クリケット競技日本代表の宮内渡です。セパタクローの選手に質問です。あんなに足を上げて痛くないのですか？それと、セパタクローを始めたきっかけは何ですか？よろしくお願いします。セパタクロー競技日本代表の春原亮太です。中島亮です。奈良川渡です。質問ありがとうございます。セパタクローで足を上げた時には受け身を取るので痛くはないんですけれども、試合中など無理してボールを打ったりする時にはこのように肘が腫れ上がって痛々しい姿になってしまうこともあります。僕がセパタクローを始めたきっかけはアクロバティックなかっこいいアタックに魅了されたからです。続いて陸上競技、小池選手に質問です。
タートの時のこの姿勢。何を考えていますか？質問回答よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、質問ありがとうございます。陸上競技の小池幸です。何を考えているかということなんですけども、実はうちのチームには教えがあって、もうどうやって走るかとかもう何も考えずに、もう全てを耳に集中しろっていうふうに、教えられています。もう音が鳴ったら自動的に体が動いていくように、何回も何回もトレーニングしているんだから、余計なことを考えずに、もう僕の場合は右耳ですね、自分の聞き耳の右耳だけに全てを集中して構えています。例えば他の人の顔がここにあったらすごい気になるじゃないですか。そういう感じでずっと集中するんです。何かがある、ここから何か聞こえてくるぞっていうのを耳だけに集中した方が確実にスタートは安定するというか、自然な動きができるので、女子バスケチームの皆さんに本当に素人質問で恐縮なんですけれども、ちょっとプライベートでバスケットボールで友達と遊んだ時に、自分よりこう20センチ以上背高い相手とやってて、これどうやったらこいつに勝てるんっていうのがすごいずっと疑問で、皆さんはこう自分よりこうすごく背の高い選手を相手にするときに、どんなこう作戦というかマインドというかを持って戦っているのかを教えていただきたいです。陸上の小池選手、質問ありがとうございます。大きい相手に戦うには、私自身はスピードが持ち味なので、スピードで相手を引きつけてパスを出したり、ブロックされないようにそのままシュートを打たないでバックシュートに変えたりと工夫をします。マッチアップする選手が大体2メートルの選手がなってくるので、まずはスリーポイントラインまで引っ張り出してシュート打てたら打ちますし、そこから出てきたらドライブに行くっていうのを、そこの判断をしながら攻めてます。バスケットボール女子の宮崎沙織です。高田真希です。アーチリーの古川選手に質問です。遊びでアーチェリーをやったことがあるんですけど、全然前に飛ばず永遠に下に落下しちゃうんですけど、何かコツはありますか？はい、アーチェリー古川貴晴です。ご質問ありがとうございます。アーチェリーの矢が下に行ってしまうということなんですけど、もっと上を狙ったら、ちゃんと的の真ん中に刺さるようになります。アーチェリーというのは、僕もそうですけど、やっていて本当に難しい、もちろん皆さんの競技もそうだと思うんですけど、本当に難しいので、その難しさがまた魅力の一つでも、あるんですけど、諦めずに下行ってしまうならもっと上を狙ってチャレンジすればきっと当たるようになります。頑張ってみてください。レスリングの藤波選手に質問です。ずっと練習されているというふうに聞きましたが、自分自身で練習にかけるプレッシャーと、メディアの方々から、かかる練習のプレッシャーと、どちらが大きいですか？教えてください。レスリングの藤波あかりです。古川選手、質問ありがとうございます。あまりプレッシャーは感じていません。日々自分のレスリングを高めていくことに集中して楽しんでやってます。そういったプレッシャーとかも感じれるのも自分しかいないですし、あまり考えないようにしながら自分のレスリングを進化させることにフォーカスしてやってます。ブレイキンの選手に質問です。私はあまりリズム感がないとよく言われるのですが、リズム感の鍛え方を教えてください。ブレイキンの CXです。レスリングの藤波選手、質問ありがとうございます。リズム感、正直どうやったらそれを習得することができるのか考えたことなかったんですけど、多分アスリートの皆さん音楽とかこうヘッドホンで聴いたりすること多いと思うので、その時にこの曲にこう気持ちよく乗るみたいな、それがちょっとずつモーションが大きくなってきて、気づいたらこうステップにつながってるみたいな、もう本当その延長線上なんで、僕なんか古着屋さんとかで服見るときも店内の音楽に合わせてこう自然と乗っちゃうみたいな、で店員さんにダンサーですかって言われる、そんな感じなので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。パリオリンピックまで、もう1年を切っていますが、僕はブレイキンの日本代表として皆さんの
応援をしっかり受け取った上でいいパフォーマンスをしていい踊りと、結果を届けたらと思います。そしてチームジャパンの皆さんとも、日本を誇りに思いながら一緒に戦えたらと思うので頑張っていきましょう。応援お願いします。